国鉄滝二2 5 0経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍したタンク車である。本形式の元になった滝線2 0 0型についてもここで解説する。滝二2 5 0型は林産専用の30トン積私有貨車である。本形式の他に臨産を 専用種別とする形式は、他4200系、タム8200系、タキ1200系、タキ3650系、タキ11200系、タキ11300系、タキ17400系の7形式がある。1960年9月14日から1968年7月9日にかけて8両が、臓器車両及び日立製作所にて製作された。 記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し小滝と表記する。1979年10月より化成品、分類番号、新80が表記された。積み荷であるン酸は、肥料、洗剤の製造、エチレン製造の触媒、清涼剤等に使用されている。二役方式は上入れ、上出し式であるが、S 時間は、装備されていない。 1966年9月24日に、富士重工業にて一両が、小滝6105より改造され、本形式に編入された。所有者は、日本科学工業、伊藤忠商事、東洋相田工業の三社であり、生涯名義変更されることはありませんでした。それぞれの常備駅は、郡山駅、名古曽駅、須王と大駅10月1日新南洋駅に改名、であった。 塗色は銀または黒であり、全長は 9200mm、全幅は 2250mm、全高は 3514mm、軸距は 5100mm、自長は13.5トン、換算量数は赤車4.5、空車1.6、最高運転速度は時速 75km、台車は当初 TR41C であったが、 その後改造され TR41D となった。1987年4月の国鉄分割民営化時には小滝線2 5 4を除く7両が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では2両が現存していたが、1997年2月に2両とも廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と 両数は次の通りである。多機1200型は林産専用の30トン積私有化車である。本形式は日本初の林産専用車である。1945年8月8日に若松車両にて一両のみ製作された。落成日が太平洋戦争中であったため当時の資料が現存していないが軍事関連物資の輸送に使用していたものと推定される。 所有者は三井化学工業で常備駅は大牟田駅であった。落成より16年後の1961年7月28日に廃車となり同時に形式消滅となった。国鉄滝1200経過車に関するカテゴリー。ありがとうございます。